中国の国家統計局は11日3月の CPI 消費者物価指数が1年前と比べ0.1%上昇して2ヶ月連続でプラスになったと発表しましたただ物価の伸びは前の月の0.7%上昇から大幅に鈍化しました品目別に見ると食品は2.7%下がり中国の食卓に欠かせない豚肉は 2.4%下落しましたまた値下げ競争が進む自動車などの乗り物は4.6%下がりました変動の大きい食品とエネルギーを除くコア CPI は0.6%上昇しました長引く不動産不況が景気回復の足かせになる中デフレへの懸念は根強いとみられ今後も物価上昇が続くかどうか不透明な状況です